はい、よろしくお願いします。今回は中学校1年生の教科書6章テスト対策やっていきます。で、今回表面積求める問題3問になりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず表面積、今回ね、求めていくんですが、ちょっと言葉の確認をさせてください。表面積っていうのは、まあ、表に見えてる面積っていうことで、外に見えてるところ全部の面積になります。まあ、見えてるところ全部面積足してねっていう状態、表面積はね。で、混ざってほしくないので一応確認しておきましょう。体積はね、まあ、体積って1個しかないからいいんですけど、その面積ってつく言葉、間違えました。底面積と、あともう一個、側面積っていう言葉が出てくるんですね。で、底面積っていうのは、まあ下です、ここ。下の面積、ここだったらこの四角ね。ここだったら円ですね。これも円ですけど。で、2個ある場合も片方で大丈夫です。底面積っていうのは。それが底面。まあ底面が下だからね。底面の面積が底面積で、側面積っていうのは側面、つまり横です。横に見えてるところ。これだったら円柱だったら周りのこういう外の部分ね。で、正四角錐だったらこの三角形の部分。これは全部足します。側面積は。全部見えてるところ、まあ、見えてる横の部分。全部が側面積なんですけど、まあ、ざっくり言うと表面積は底面積足す側面積。まあ、底面も側面も全部だよっていうイメージで大丈夫。ただし、底面積っていうのは、さっき言ったように面積1個分なんですよ。なんで、2個あるときはそれ2つ分足さなきゃいけないから、純粋に底面積足す側面積だけで覚えておくとちょっとずれてしまうんですけど、まあ、ひとまず表面積は見えてるとこ全部だよねっていう感じで覚えておいてください。だから、まず1番。正四角錐見えてるところ全部行きましょう。で、まあ、分けていきましょうかね。まあ、いっか。この場合だったら、正四角錐、まず下に四角がありますよね。で、正四角錐の正ってくっついてるから、下が正方形なんです。正四角錐って。だから、ここの14しか書いてないんだけど、こっちも14なんです。つまり、いいか。じゃあ下の四角の部分ね。まあ、正方形だから 14×14 ができると。196か。合ってるよね。大丈夫ね。はい。っていう風なのが出てくると。で、もう一個特徴は、横の三角形、まあ、側面の部分ね、三角形できてますけど、それ4つあるんですよ。右、左、手前、奥っていう感じで。その三角形が全部同じです。正四角錐は。だから、1個の三角形の面積出したら、あと4倍すればいい。かける4すれば出せると。じゃあ三角形1個、これね、面積出そうと。じゃあここ使いましょうと。したときに、ここ14って、分かってるし、ここ高さ20って書いてくれてるから、だから、底辺かける高さかける2分の1。この辺の面積求めるとき、まあ、三角形がね、ちょこちょこ出てくるんですけど、こう計算するのに必死になって、意外と忘れます。三角形のとき、2分の1ね。これ気をつけてね。で、これ140だと。まだ下入るかな。だよね。で、さっき言ったように、三角形今4枚あるので、だから、140×4 します。そうすると、560。つまり、これが側面積ね。今ね。これ底面積になります。で、それぞれ、今足せばいいから、下の部分と、上の部分、足して、756か。なんで？ごめん。なんで誤解だ。756。で、一応単位つけるんだったら、平方センチメートルと。これで終了となります。まずこれ1個正四角錐ね。で、表面積、まあ、いろんな問題出てきますけど、円柱と円錐は外せないよねってぐらい出されます。この2つは。まあ、ちょっとこっちより難しいんでね、若干。で、円柱も円錐も、ひとまず展開図を頭の中で描けると楽になります。解くのが。で、どういうことかっていうと、ちょっとこれ、書く場所がなくてさ、ここにちっちゃく書いていい？円柱の展開図っていうのは、まずこの横の部分、ここね。これを、ま、どっかでシュピっておかしいよ、とか。まあ、パサって切るじゃないですか。まあ、パサもおかしいけど。そうすると、開くとね、
長方形ができるんですよ。長方形。で、それをもう一回くるって巻けば、外巻ける感じね。で、上の蓋の部分と下の底の部分が丸が、まあ、円がね、あるから、それどこでもいいんですけど、上のどっかに、で、下のどっかにくっつけて、これが円柱の展開図です。長方形の上と下で円がくっついてる。いいね。で、今見えてるとこ全部が面積、まあ表面積だからね。面積を出したいと。で、ここが5なんで、円の面積は半径かける半径かける π。つまり、5かける5かける π で先出そうか。半径かける半径かける π。だから 25π って、すぐ出せます、円は。で、ちなみに今円が2つあるから、2つ分なんで、かける2して 50π にしておきましょう。ただし、もし円柱の底面積求めなさいって言われたら 25π ね。1個分が答えだからね。底面積はね。まあ、2つ分で 50π になりましたと。で、ポイントがこの長方形です。ここの出し方を知ってれば倒せる。円柱はね。で、どう出すかっていうと、長方形なんで、縦かける横です。だからこの2つが欲しい。で、今12ってここあるでしょ。これもともとここが12なんで、ここが12になります。ここ。縦が分かると。あとは横なんだよね。で、横のこの部分。ここ求めたいんですけど、これの大事なところは、これ、待って、ペンがちゃった。なぞるよ。ここって、ここの長さと同じなんですよ。なぜかっていうと、もう一回組み立てたらここ重なるでしょ、ぴったり。そここうやってくっつけるわけだから、当然長さが同じはず。つまり、ここの、長方形の横の長さは、円の円周と同じ。円周の出し方は、直径かける π です。今、ここの半径5だから、直径は10。つまり、10π なの。直径かける π。だから、ここの長さも 10π なの。横ね。で、わかるので、長方形の部分は、縦かける横か。縦かける横で 120π と。で、今、上と丸2つ分の 50π と 120π 足せばいいから、まあ、これはね、書かなくてもいいけど、暗算でいけるね。足せるので、π 両方くっついてるからね、足し算しちゃって、170π 単位つけるなら、平方センチメートルと、これで終了となります。いいかな？まあ、こんな感じで円柱やってください。で、ラストですね。円錐です。で、円錐もまず展開図書いていきましょう。右ちょっと開けるよね。で、円錐の展開図っていうのは、まあ、どっかこうまたピッて切ってもらったら、外の部分、まあ、横か。の部分がね、扇形になります。よいしょ。これちょっと中心角わかんないで。オーソドックスな追い方で行かせて。入ってるよね。オッケーオッケー。で、外のこのカーブのところのどっかに円がくっつきます。よいしょ。こんな感じ。まあ、これが扇形の、あ、扇形じゃない、ごめん。円錐の展開図なのね。で、ちょっと値を書き込んでいくと、ここの半径、まあ、同じだね。ここは3になってると。で、この10どこかっていうと、これは母線って言いますけど、ここ。母線は、ここと対応します。こっちもそうだけどね。10になると。で、つまり今見てわかるように、これ上扇形ですよね。で、下円なんですよ。それぞれの面積を出して足す感じ。それがオーソドックスな解き方になります。いいかな？で、まず円はね、すぐ出せるのでやっちゃいましょう。さっきやったように、半径かける半径かける π なので、3×3×π、つまり 9π となります。で、今回は円が1個しかない、底面積ね。1個しかないから2倍しないように。これで OK。で、あとは扇形です。で、先に楽な方法を紹介しちゃいます。はい。これはですね、まあ、学校の先生でもね、教えてくれる方いらっしゃるんですけど、よかったら覚えておいてください。今、この円錐において、さっきね、底面積と側面積の話をしましたけど、底面積は下なんで円の部分。まあ、これね。が底面積 9π です。側面積は横の部分なので、今、扇形のこの面積が側面積になります。で、円錐において、いいね。円錐の時だけだよ。において、側面積っていうのは、
これ入るかな。ちょっと待ってね。母線×半径×π っていうのが使えます。入った？あ、OK、OK。いい、母線。さっき言ったここね、この斜めのところ、これ母線って言うんですけど、母の線で母線ね。で、出すことができるんです。つまり、扇形の部分は母線10でしょ。母線×半径っていうのはここの半径ね、3ね。半径×π で 30π だと。と、すぐ出せる。で、あとはそれぞれ足せばいいから、9π 足す 30π で 39π で単位つけるなら平方センチメートル。これで終了となります。これはね、円錐の表面積出てきたら、まあ、側面積でも全然いいんですけど、出てきたら使っちゃった方がいいです、テストの時。これ、ね、かなり時間短縮できるので、で、もし、ちゃんとやろうと思った場合は、これね、少しまあざっくり言うよ。ごめんね。あ、本編で一応話してるんで、そっち見てください。ここと、ここがまたくっつくんで、長さは同じなんですよ。つまり、この円周、直径かける π って6 π でしょ。だから、ここ 6π なんで、この弧も 6π になります。で、この円じゃない、扇形の面積を出すためには、ここの中心角が必要になります。だから、中心角を出すために、この扇形で考えるんだよ。半径10。この長さが 6π の中心角の出し方っていうのをやります。まあ、これはね、1個前の小のテスト対策でもやりましたけど、で、中心角を出して、で、中心角が出てきたから、あとはまあ半径も分かってる。中心角も分かるから、扇形の公式で面積出しましょう、みたいな。で、そうすると 30π 出てきます。うん。だからもちろんそれでやっても構わないんですけど、結構ここの、まあ、章が入ってるテストの時って時間取られるんですよ。計算多いんで。で、時間なくなっちゃうのもったいないから、もしね、使えそうだったらぜひこれ。円錐の側面積、まあ、扇形の部分ね。ここ出す時は、母線×半径×π で出すことができますので、ぜひ使ってみてください。では、今回はね、表面積の問題、この3問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。